タカタカナオ製作所の高田敏弘です。創業は大正6年、それで今年で創業99年目になります。祖父の代からおさやをやってたもんで、そのままおさやを継いだという形になっております。織物の縦糸と横糸を組み合わせて打ち込み、そして織物を作っていく、その中の部品として使われているのがおさなんです。おさというのはリードワイヤーという原料を細かく切って組み合わせていくわけなんです。そのリードワイヤー自体も様々な種類があって、織物によって太さ、厚み、そして奥行き等が変わるので、非常に材料としても難しいもんで、それでその材料を使って機械によって組み合わせて、それから接着して、それを研磨し、また目をきれいに揃えてお客様に提供するんです。そうですね、こだわりというより好きになるんかね、おさを。そうしないとやっぱりより良いものはできないと思うんです。そうですね、絶対に言ったら作ってほしいという要望に対して逃げない、あくまで努力してやってみるということですね。なかなか常に難しい時あるんですけど、できるだけそのように心がけております。体の続く限り頑張って、この丹後ちりめん、また帯等に織物に貢献できたらと思っております。